ニメ、ハンター、ハンター、のキルア役や、プリキュア、シリーズのキュアレモネード、カスガのうらら役、などの声を務める、声優の、伊勢マリア、26歳が9月1日、自身のブログを更新、第1となる男児出産を報告した。先日、無事に、第1となる男の子を出産いたしました、と報告した伊勢。出産は想像をはるかに超える厳しいものでした、と振り返りつつも、精神的にも肉体的にも乗り越えられたのは、今まで支え続けてくださった周りの方々や、ファンの皆様の温かい励ましのおかげだと思っております。と感謝の言葉を綴った。続けて、幸い産後の経過が順調ですので、可能な範囲ではありますが、お仕事も再開させていただくことになりました。とも報告、また一歩一歩、真摯にお仕事を頑張らせていただきたいと思います。温かい励ましの言葉をくださった皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。と呼びかけブログを結んだ、伊勢は2004年に、愛してるぜ、ベーベ、で声優デビュー、機動戦士ガンダム、ユニコーン、のロニガーベイ役、エヴァンゲリオン新劇場版、Q、の北上緑役、悪の花、の中村沢役などの声を担当している、今年4月にブログを通じて結婚と妊娠を発表していた。